寝てる。開けようかな。なんちゅう学校ですか。伸びてた。よいしょ、遠かったっていうか、混んでた。よいしょ、おとしょ。カオルさんとカールズ一緒の部屋にしました。で、例によってユウコは沖縄タイムです。まだ来てないです。沖縄タイム、昨日大阪だから、もしかしたらこっちに直で向かってるかもしれない。なるほど。でも夜中の3時44分に大阪戻りで大変遅くなってしまいましたってことは、車かなんかでも3時44分に戻ってきてるの？戻ってきてるよね、うん、そっから寝てるんだ。お、やばいよ。やばいやつじゃん。やばいやつ。大丈夫、もう来なかったら来なかったら3人でやるんだけど。電話してみよう。やらかした。やらかした。今来ました。はい、はい、ゆうこさんやらかしました。じゃあ、阿部ちゃん電話で起きたんだ。そう。そうだよね、だってそうだったらまず起きて電話してくるもんね。今日の会場は海老名市文化会館です。マネージャーの一夜に代わってデジオがご案内します。見えてたけどって言ってたよ。ハハしてるだけの。今日ゆかさんどうされたんですか？起きたら、起きたら、あの集合時間過ぎてました。昨日がね、大阪からあの車で戻って、あの言い訳をしますと、大阪から車で戻ってきて、あの0時、はい、ちょっと夜中に行ってしまったんで、はい、そういうことですね。はい、皆様の、本当に皆様のおかげです。すいませんでした。
明るくやる何罰としてやらないって言ってもあるから あ、OK 感想で合うって私かと思ってすごいわ。もうやめよう、あのいい感じすぎてあのもったいない、はい、じゃあ本番よろしくお願いします。あと1回京都もう1回、どこだっけ、もう3つ行くわ、違う、4ヶ月ぐらいだぞ、こりゃまたいいのか、本当だよ。もう少しか産めなかったからな。息子も可愛いよ。今一番息子可愛いよ。寿命が縮まるよ。まだいるの家に。いるんだよ。まだ戻れないんだ。少し今受験。そうかそうか。本番で行く前に親は。頑張ってください。頑張ってください。また来年ね。ありがとうね。ありがとうね。はい。さあ今日は迷いなく楽しみましょう。はい。せーの。よし。じゃあお先に行ってます。お先にお待ちしています。はい行きます。はい。はい、お待たせしました、よろしいですか、もちろん、じゃあ行きます、よろしくお願いします。今日はね、先ほど、まあ、神奈川県ということで、一体私は今まで神奈川県でどれぐらいライブをやってきたのかなっていうふうに、ちょっとマネージャーに調べてもらいました。なんとガールズの皆さん89年生まれだよね、はい、だよね、あなたたちが生まれる、6年前、1983年、まあ、前世でおばあさんだったかもしれないよねぐらいの時に一番最初金沢、あ金沢じゃない神奈川、横浜ドリームランドでねやっています。横浜ドリームランドなんてコンサートライブやるとかあんのかね。あドリームランド自体もうないの、うわーおレアだよ、ドリームランドですよ。すごい興奮してる方がいっぱいいますけど子供の頃遊んだとかね思い出の場所、そうそうドリームランドが最初で、そんな名も出て、あ私たちすごいな、 ランド好きだな。84年には読売ランド内というボーリング場、あ悲しいね、聞いて、84年ね読売ランド内ボーリング場デビューコンサート、え、デビューだ、デビュー、そう、わあすごい、デビューって、え、それって赤坂、そう、赤坂小町の時、そうだよ、それですごいよ、そのね、半年後にはね、デビューしたからどこでやってんのかと思ったら、藤沢市、ジャスコえ、ジャスコでバンドでやるんですか、そうだよ、君たち下積みが足りないな、ジャスコから始めないと。終わりたくないにゃ、でも終わらないといけない、ね、ありがとうございます、まあ、ライブって本当にあ、ね、こうやってできるって幸せなことだなと思います。また皆さん、あの今日はあの海老名スペシャルバージョンでガールズがやってきましたけど、まああのね、違う普段のバージョンも見てみたいなと思われる方は、この後結構関東もあります、千葉とか埼玉とか、なんなら来月東京もありますんでね、ぜひお一人バージョン、それはそれでまた今日と全然違うので、そちらも見たいという方は、どこででもいらしてください、お待ちしています。はい、ありがとうございました。もっとやりたかった今日は、そんなに釣られたでしょじゃあみんなほら、あの今日はガールズが、海老名に遊びに来てくれました、イエーイ、すごい良かったね。
かった。あのハイウェイスターさ、うん、なんかね、あのグッと来ちゃったよ。あれいいね。あの間開けたのも、うん、なんかね、良かった。まあ、あの出席でもやりたいね。やりたい。そう、みんな一言ずつ。はい。今日は本当に楽しかったです。また次の。ああ、そうだね、次、どこだっけ、ガールズ、もう言わない方がいい、いいよ、言っていいよね、うん、次は和光でね、次もお邪魔するのでよろしくお願いします。イエーイ。だって公開ももっとすごい遅いから。ありがとうございました。あのガールズの演奏も楽しんでいただけたら嬉しいです。また次回も楽しみにしてください。楽しかったです。すごい。でもあの花本でやるの初めてですよね、うんうん、よかったよね。でも今日ステアグルーもすごいよかった。よかったよかった。なんか最後さ、うん、あの後半感想の後さ、なんかグッとこなかった、なんか来た、なんかアコースティックじゃないみたいな。そうそうそう、いい感じに言ってる感じ、ね、やた、うん、あとチャームもよかったね。チャームもよかった。ちょっと遅かったのがよかったね、うん、 うん、あの曲だけああいう感じでよかった、うん。ね、MC も絶好調でしたね、うん、ちょっと長かったね、今日はね、いっぱい喋って楽しかったです、ありがとうございました。一人ぼっちじゃなくていいね。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。